こんにちは。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 西橋蓮。原田陽太。という福岡道場でもですね、古参の2人が、来てくれました。なんや君ら。おとなしい。なんか言ってくれ。いつもうるさい方なのに。いやちょっとね、本当ね、親子出演してほしい。ちょっと今日間に合わなかった。陽太のお父さんです。原田徹健司です。今年のね、2月に行われた百年会館主催の佐賀県大会総年の部でですね、見事優勝。おお。ステップのことについて聞きたい方はいつでも自由に華麗なチャンピオンのステップの伝授があるかと思います。そうですね、はい、いつでも仕事は。そうですね、あの家で中心です、はい、まあでも私は今日行ってますかね。あ、そうですか、はい、今日は今日はあの行ってきました。あ、はい、でも今日めっちゃ緊張してる。なんなら着替えてもいいですか。今日は大丈夫です。はい、じゃあ稽古再開しましょう。はい、実践が大事。よーはい、アッチ、えい、えい、えい、三、えい、三、えい、どう、えい、えい、アッチ、えい、えい、三、えい。やっとですね、明日から学校ですね。学校楽しみ。今普段何時に起きてますか？8時半レモン、6時半、6時半早い。何時に起きてる？9時半ぐらい。そんなに早く寝てる？いい子だね。お父さん本当に9時半に寝てます？妹は9時半に寝ます。マジですか？妹より早くないですか？妹より早いです。レモンは10時前ぐらい。っていうかさ、忘年会の時とか強烈に遅くまで起きてる。 2時とか。それは大丈夫。まあ、空手の練習、金曜日これです。普段からこのライブ配信見てましたか？途中は見てた。あ、そうなの。途中の人かわいそうじゃない。はい、またね、空手の全体練習が始まりますので、またしっかり気合を入れて、頑張ってほしいなと思います。またね、じゃまだ終わってない。体の目標ってある？ななみちゃんみたいに2回行ったら全部優勝。そう、レバー頑張ろう、頑張ろう。はい、レンは優勝したい。この前準優勝だったしね。はい、わかりました。またね、近く
っとまだ終わってない、はい、ということでですね、またしっかり全体練習が始まった時にですね、空手の試合で頑張れる、勝てるように頑張りましょう。押す、はい、ということで今日のライブ配信最後までご覧いただいてありがとうございました。さよなら。さよなら。バイバイ。バイバイ。バイバイしてよ。バイバイ。